はい、おはようございます。ただいま大阪駅の西口に来ています。今から大阪東線の大阪駅の始発電車に乗りたいと思います。じゃあ大阪東線の大阪駅の始発電車は5時50分発の普通電車の9号19です。しよっかじゃあ改札内に入ります。今日もよろしくお願いします。こちらは21番線から24番線のホームへの出入り口です。じゃあ今から降ります。こちらは JR 大阪駅の梅北地下口です。ゲートの梅北地下口にはゲートみたいな形をした改札口もあります。じゃあこっちにも入ってみます。じゃあ IC カードだけの専用です。こちらはIC カードだけのゲート上の改札口、ちょっと1個かタッチして入ってみます。じゃあお、ありがとうございます。お、緑になりました。お、はい、こちらは大阪駅の21、22番乗り場です。お、21番乗り場は新交通、それから京都市地下鉄東西線の駅で見られるホームドア になっています。こちら21番乗り場に来る電車は6時22分発の関空特急はるか1号の関西空港行きです。こちらは21番乗り場関空特急はるか号、それから特急黒潮号が来ます。こちらは大阪東線の電車が発着する23、24番乗り場です。今からじゃあ今日乗るの、今から乗るのは5時50分発の普通電車9号19です。こちらは23、24番乗り場です。大阪東線は23番乗り場で、こちらの24番乗り場には京都新大阪へ向かう特急黒潮、関空特急はるかが発着します。24番乗り場はホームではありません。おはようございます。ただいま大阪駅の23番乗り場に来て、まもなく大阪駅5時50分発の9号19が6両で来ます。今から乗る電車です。じゃあ221系6両です。まもなく発車します。大阪行きの大阪東線始発電車、まもなく発車します。
いよいよ発車です。
間乗り場から発車しました、到着しました。じゃあ一番乗り場をご注意ください。発車いたします。発車です。大阪駅の上北町下駅から23番乗り場から大阪東線の地下の始発電車に乗りました。5時50分発の普通電車の急報重機で乗って新大阪に乗りました。撮影者が多かったです。大阪行きの上北地下ホーム23番乗り場始発電車の撮影いっぱいでした。ちょっと早速始発電車に乗ってきました。新大阪駅は大阪東線の電車は1番乗り場に到着しました。じゃあこの動画が良かった人と JR 西日本大阪東線221系上北新駅が好きな人と、それから関西の鉄道 YouTuber と、それ大阪東線沿線の YouTuber はチャンネル登録、高評価をお願いします。この動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。